皆さんこんにちは。本日の動画は安丸だしの贅沢ローストだしを使って簡単だし巻き卵を作っていきます。卵は3個から4個使用します。 M サイズの場合は4つ使用した方が味が濃くならずに美味しく仕上がります。お出汁は1包みだけ使用します。今回は出汁以外の調味料は入れないので、封を開けて卵の中に直接入れます。ダマができないようにしっかりと混ぜ合わせます。あらかじめ温めておいたフライパンにサラダ油を敷き、卵を入れて焼いていきます。焼いている間にもとってもいい出汁の香りがしてきます。M から L サイズの卵を混ぜて使用しましたが、結構いい厚みになりました。完成しました。カットしてから仕上げにネギをのせて食べても美味しいです。お弁当のおかずにもぴったりだし、ちょっと味が濃いめになった時にはお酒のおつまみにもぴったりです。今回使用しているお出汁は概要欄からチェックしてね。